こんにちは。あなたの理想不動産です。本日のルームツアーは、都心のど真ん中にあって、自然にも恵まれた町、市ヶ谷。JR 総武線各定、東京メトロ有楽町線、南北線、都営地下鉄新宿線の4線が通っていて、新宿まで6分で行けるだけでなく、都内の様々な場所にアクセスしやすいエリアです。ビジネス街のイメージが強いかもしれませんが、駅を出て市ヶ谷橋を渡った先には、24時間営業のスーパーがありますし、駅の近辺には、ドラッグストアやコンビニが複数あるので、生活には困りません。日頃はビジネス街として、多くの人々に利用されるだけあって、チェーン店のみならず、おしゃれなカフェやレストランも、軒を連ねていて、外食で困ることはないでしょう。駅のホームから見える、市ヶ谷フィッシュセンターは、まさに都会のオアシス。喧騒に疲れたあなたの体を、ゆったりとした時間が流れる、釣り堀が癒してくれます。また、東京のど真ん中にあるにもかかわらず、外堀公園や東郷元帥記念公園、靖国神社といった、自然と触れ合える空間もたくさん。一人暮らしの方にも家族連れの方にも、暮らしやすい街となっています。資料によると今回の物件は、逆転の発想で生まれた、超極大ワンルーム。なんでもこのワンルーム、32畳もあるんだとか。私のお部屋が6畳一間ですから。5倍以上の広さ？ここまで広いと、想像するのも容易ではないですね。中に入るのが、一層楽しみになってきました。駅からほど近くの佐内坂を登っているうちに、物件が見えてきました。市ヶ谷駅から徒歩5分の、おすすめ物件がこちら。逆転の発想で生まれた、超極大ワンルームのリノベーション物件。都心のど真ん中なのに、ちゃんと駐車場が完備しています。これはファミリーの方には嬉しい配慮ですね。ゴミ捨て場が敷地内にあるのは、マンションならでは。ゴミ出しも簡単です。エントランスにはおしゃれなベンチ。ゆったりとしたスペースが、取られているところに、大人の余裕を感じます。今回私が訪問するのは8階の物件。さて、どんな物件が待っているんでしょう。あなたの理想不動産。では行ってみましょう。いざオープン。うおうおうおう。ドアの向こうに見えるリビングが光っとる。玄関からでも、日当たり抜群なことがわかるとは。恐ろしい子。リビングに行きたいという、流行る気持ちを抑えつつ、まずは玄関の右手にある、ドアを開けるとそこは、水回り空間。一番手前にあるのが洗濯機置き場。横幅が広く取られているので、ドラム式なんかの大きめの洗濯機でも、問題なく置けそうです。その右にあるのは、新品の独立洗面所。最上部の左右には明るい白熱灯。鏡の左右には、小物を置けるスペースが4箇所あって、使い勝手が良さそうです。洗面所の下の収納は、普段使わない備品をしまう分には、十分なスペース。洗面所の向かいの扉を開けると、最新式のトイレ。ちゃんとウォシュレットも完備。あなたのお尻を優しく守ってくれます。それではお風呂場を覗いてみましょう。めっちゃ綺麗。お風呂場が綺麗だと、テンション上がりますよね。浴槽は平均的な成人男性が、足を伸ばせるくらいに広々。これは仕事で疲れた体にありがてえ。備え付けの蓋は、湯冷まし防止、カビ対策にぴったり。蓋の上にスマホやタブレットを置けば、リラックスしながら動画まで楽しめちゃう。これは長湯しちゃいそうですよ。洗い場には、3段の棚とタオル掛けも備え付け。ではいよいよ、メインのリビングにお邪魔しちゃいましょう。どんな衝撃が、待ち受けているのか。
かのスタジオですか？ダンスのグループレッスンができるレベルの広さですね。リビングに入ってすぐ左手にあるのがキッチン。キッチンまで広い。パッと見収納がものすごく多そうなキッチンですね。早速いつものように全棚開けちゃいましょう。収納スペースが驚異の17箇所。これだけスペースがあれば、調理器具も食器も全部収納できること間違いなし。シンク左右の作業場のスペースが広く取られているのも嬉しいですね。これだけ広ければ、料理に使う調味料や食材を一度に全部出しておけるので、効率よく料理ができそうです。シンクは2つに分かれているという不思議な作り。こんなシンク、初めてです。おや？左側のシンクは水やお湯を溜めて、つけ置きができるようになっているようですね。なるほど、ご飯を食べた後のお皿洗いのことまで考えた作りになってるんですね。やっさしい。二口コンロも綺麗、さすがリノベーション物件です。グリル付きだから、料理の幅もぐっと広がりますね。もちろん換気扇も新品同様。コンロの左隣には何やら扉がありますよ。扉を開けると中にはガス給湯器。なぜかこの扉、中にさらに小さな扉がついていて、そこからガス給湯器の操作もできるようです。いや、扉が二重になってる意味。キッチンの向かいにはモニター。そして、キッチンの右手は冷蔵庫置き場。こちらも広々としたスペースが取られているので、家族用の大きめの冷蔵庫でも難なく置けちゃうでしょう。さて、いよいよリビングの紹介に行きますよ。この広さを視聴者の皆さんにも伝えたいので、不詳、私が入り口の扉から歩いてみることにしました。1、2、3…入り口の扉から窓まで、なんと驚異の31歩。じゃあ横幅はどうでしょう。1、2、3。横幅は22歩でした。31歩も直進できるワンルーム。そんなの見たことありません。とにかく、超広い。窓付近のフローリングの色あせが気になる方は、フローリングの上にはめ込み式のタイルを敷き詰めると良さそうです。天井を見上げれば、ダウンライトがたくさん。抜群の採光に加えて、このダウンライトがあれば、まさに鬼に金棒。ひろゆきに YouTube。晴れの日も曇りの日も雨の日も、この部屋だけは光り輝くこと、間違いなし。ちなみにこのダウンライト、調光器で場所ごとに、つけたり消したりができて、とってもおしゃれ。また、広々としているのは嬉しいけど、ワンルームだと使いにくいなぁと感じる方、朗報です。この梁と柱を利用して、自分で部屋を作ることもできるんですよ。例えば梁に合わせて、クローゼットなどを置いたりすれば、空間を分けて使えます。窓から見て向かいにあるのが、備え付けの大型のクローゼット。折りたたみ式の扉を3枚畳むと、いきなり幅、高さ、奥行きどれをとっても、申し分のない収納スペースが現れました。これだけ広ければ、何でも収納できちゃいますね。自由自在。窓の上にはエアコン。最後にベランダを覗いてみましょう。今日はたまたま曇っていますが、晴れの日なら太陽光を一身に浴びることができそうですね。これは毎朝、いい目覚めができそうです。さすが8階。周りのビルよりも、こちらの方が背が高いので、眺めも良好。
横長で広いベランダにはスノコを敷き詰めて、テーブルとチェアーをセッティングすれば、景色を眺めながら優雅な食事、なんて楽しみ方もできそうですね。コンセントは壁に埋め込まれたタイプと、床に埋め込まれたタイプの、2つを利用できます。床に埋め込まれたタイプは、使わない時にパチンとしまっておけるので、使い勝手が良さそう。今回紹介したのは、日当たり抜群でリノベーション済みの、超特大ワンルーム。この部屋を、見学してみては、いかがでしょうか？この部屋の間取りはこちら。この物件は、概要欄に詳細を記載しています。手取り16万円の運営者が、ゆくゆくはこんな広々としたマンションで、暮らせるように応援してもいいという方は、チャンネル登録と、高評価をお願いします。このチャンネルで紹介しきれない、有料物件も多数ございます。新着物件も、どんどん更新されますので、物件好きの方、引っ越しを検討の方は、概要欄から、あなたの理想不動産、公式 LINE を追加して、お問い合わせください。では、また次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。